大政、村上元蔵の小説、次郎長三国史に清水の大政として登場する山本正五郎はかつて実在した日本の教閣である。清水次郎長配下の清水二十八人衆に数えられ、同じく次郎長配下で同姓同名の山本正五郎を名乗る小政と区別して大政と呼ばれる。本名は原田熊蔵。天保三年。 現行のグレゴリオ歴によれば1832年、終わり国地田軍、王の港の海鮮問屋の長男、熊蔵として生まれる。原岳は、浄土修道戦時の三門前に位置していたという説がある。体制は、通常であれば、原岳家の家督を相続し、海鮮問屋の経営者になったはずの人物である。小政について記している、浜松百話でも、大政に触れて、 元終わり藩の足軽であったと記すが、これは誤りである。笹川林風は、名古屋の生まれで、元は田舎の力士だつったと記し、六尺以上の大男であったとする。笹川によれば、小松は成人しても身長が、近々四尺八寸の低身長であったとし、後段、老曲の世界では、大正小松と並び称せられる二人は、体格も大きく差があったとされる。 1860年8月2日、森の石松が宮古田村の吉兵衛に殺害され、1861年2月、大勢は次郎長と共に仇討ちを果たしたとされる。石松の没後、大勢は次郎長の一の子分になったと伝えられる。1866年5月22日に起きた、皇人さんの喧嘩では、平野に吉らと共に、あのうと食いち家と戦闘し、 ウイジンを飾る若い小政の抜き打ちで喧嘩が開始され、大政は敵将、門井門之助を倒したとされる。孔人さんの手打ち式は明治維新後の1871年に行われ、その終了直後に撮影された清水一家の集合写真に大政はもちろん写っている。その前の1869年7月1日には二代目お長が殺害される事件が起きている。 体制は、静岡県夕渡り郡下清水村上一丁目の次郎町の家のすぐ近くに住んでいたという、二代目お町の事件の翌1870年、清水一家の最後の事件と呼ばれる事件が起きている。当時、東京相撲の玉川という力士が清水に身を寄せていたが、これは師匠に虐待されたからであったが、 伊原郡江尻塾で東京相撲の興業があり、力士連中が玉川を呼び出して、制裁を加え、これに激怒した次郎長を筆頭に、大政ら一家は相撲場に殴り込みをかけた、という事件である。力士連中は断髪して、詫びを入れたが、静岡藩の松岡丸が、次郎長宅を訪ねていめ、たまたま静岡にいた山岡鉄州のもとに、次郎長を連れて行った。以降、 二郎町一家は、富士須園の開墾事業、横浜との定期航路線を営業する、聖高支社設立等の社会事業を行うようになった。平井一家三代目の原田常吉に、中岡澄山が聞き書きした原田常吉実歴談によれば、1873年に、常吉が二郎町と赤坂塾での密会がきっかけになり、二郎町は、平井との和解の方向を探っていた。 その6年後、1879年、愛知軍中村大技、日筆の稲鉢一家の日筆の前七が、清水一家に投入したとき、大勢は前七に、平井一家との和解の仲裁人を選んでもらうように、依頼している。前七は、津坂音吉以外にはないと津坂に打診。その関係意があって、宋のカビラさん、斉藤善五郎、津坂音吉の三人が立って、 千八百八十年六月十五日、清水一家と平井一家の手打ち式が浜松塾の料亭で開かれ、大勢は次郎長と共に出席。平井側は初代の小中山七百五十三蔵、二代目の雲風、亀吉こと平井亀吉らが出席して和解は成立したという。次郎長には実施がいなかったため、大勢が養子となり山本政五郎と名乗っていたが、 1881年2月15日、病気のため死去した。万49歳没。静岡県夕渡り郡下清水村岡町の臨在修行神自派梅影前寺に葬られた。戒名は王子狩義政城座。大政の没後、長男の小三郎が二代目、山本正五郎を名乗ったが、1901年11月に亡くなった。小政もすでに亡くなっており、 大政の没年、次郎朝は山岡鉄州の紹介で、天田五郎を養子にした。次郎朝が死去したのは、小松の没後12年後の1893年6月12日、七73歳であった。梅影前寺には、次郎朝、大政が眠るほか、次郎朝夫人のお朝、小松、増川千衛門の墓もある。墓所である同の境内には、次郎朝遺物館があり、 次郎町の愛用した道義とともに、巨大なサイズの体制の道義が展示されている。長女、マサの息子であり、体制の孫にあたる豊田長吉は体制に外見がよく似た人物であったといい、静岡市内に鉄工所を起こした豊田正規の創業者であるという、次郎町三国志のスチル写真、右の槍持ちが大木実の演じる体制。史実において、 清水28人衆であった時代の体制は、前述の通り、最晩年に至るまでの期間である。そもそも、清水28人衆には架空の人物も数えられており、講談の三代目、神田白山の創作であるとされる。終わりの槍組小頭出身であり、山本流の槍の使い手である、と多く、フィクションには描かれ、特徴を付けられている。 1938年3月に発売されたリックミネの流行歌、旅姿三人男に、小政、石松と共に三人男として登場。なんで、大成国を売ると歌われる。同曲は、1962年1月にシングルレコードを発売した石原裕二郎のほか、1971年に放映開始したテレビ映画、清水二郎町の主題歌として、 二郎町を演じた、竹はきむがも、カバー、シングルを発表した。牧野正弘の代表作とされる映画、二郎町三国志、二郎町三国志の二つのシリーズでは、それぞれ河津聖三郎、大木実が演じている。映画、二郎町三国志は、村上元蔵の同名の小説を原作にしており、第一章、桶屋の鬼吉に始まり、東海遊京伝を書いた。 天田具案を描く第22章、天田子、高団、名も、高木富士の山本を創作した三代目、神田白山を描く第23章、神田白山で終わる、全23章で構成される動作において、体制を描く、清水の体制は、第2章、関東綱子に次ぐ、第3章にあたる。牧野のこの二つのシリーズでは、いずれも、桶屋の鬼吉、 関東綱五郎に次いで浪人風の男、伊藤正五郎として登場し、妻縫いと別れて、次郎町の子分になり、大勢となを改める設定である。酒飲みねえ、寿司食いねえ、江戸っ子だってね、神田の生まれ世で知られる二代目、広沢虎蔵の老曲、石松三十国扇道中の原型は、三代目、神田白山の創作である。江戸っ子が石松に対し、 清水一家で一番強いのは、大政、小政、大瀬半五郎、増川千右衛門、法院、大五郎、大岩家三五郎、と挙げていく中で、大政は、一の子分とみなされておりまず筆頭に挙げられる。16人挙げたところで、大瀬の次に、石松を出現していたことを忘れていたことを思い出す、という数字である。この下りのあった時期は、設定では、 文久2年の3月半ば、つまり、グレゴリオ歴では1862年4月13日前後に、当たり、史実においては、石松は2年前にすでに死んでいる時期である。大勢が登場する、主な劇場用映画、テレビ映画の一覧である。公開日の右側には、大勢の形式で大勢を演じた、俳優名と共に、小政、次郎長を演じた俳優も記した。 東京国立近代美術館、フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。ありがとうございます。